はい、こんにちは、かなえです。あんまり前と合わなくなってくると、もう一回これ上を触らないかなっていうことになってくる。ああ、なるほど。その温度を下げたいんですね。近景触ったり遠景触ったりって言ってバランスが取れない取れないってなると、こうずっと触り続けたりとか、触り続けることになるんですね。で、上とこう出ないから、じゃあ上触ろうか、で、はい、じゃあ上触ったら、じゃあまた下触ろうかみたいなことになってくることがたまにあるので、上こそ開けたいんですね。で、上側の方だけはある程度これぐらいの上の感じでいいやっていうところまで小さくて、これ今ここにちょっと入ったりしてますけど、どこかこうやって基準となるようなところを仕上げてからの方が、バランスが見やすかったりするわけですね。ただこの辺が何も見てないで上から塗っていくと、ボトムのバランスが狂いますから、はいはい、ある程度全体とりあえず塗ってしもてから、もう一回戻ってこっちに戻るっていう方がいいような気がします。はいはい、それでもこう書いてる最中にちょっとこう明日の方は少しもうちょっと書きたいなとかっていう場合は当然起こってきますから。これぐらいまでね、なかなか仕上げてきたわけなんですけども、はい、おそらくご覧になった方は、いや、どちらでもいいんですよ、あなたが決めてくださいね、いや決めてくれた方がやりやすいんですけどっていう、日本人特有なんでしょうか、ルールブックが大好きなので、うん、マニュアルが欲しくて見てるのにね、うん、それは分かります。それは十分分かります。ただマニュアルっていうのはあんまりこう頑張りをしてられると、いやいやもう自分で好きなようにしたいなっていう気分もまた生まれてきますよね、うん、当然両方とも大事なので、あくまでもこれはもう、あの人はこう書いてたねっていう見方をしてほしいんですよ。で、そうすると例えば他の人は全然違うやり方をしていた、でそれも見た、自分としてはこっちの方が納得できるし、この方がやりやすいよねっていうのがあれば、それを使えばいいだけの話 で人の作品を見るっていうのは、その自分一つは自分の持ってるこう自分を解消していくっていうのは当然一つの方法だし、ただこの人は一体どんな風にずっと書いていくのかを見てると、ああいうやり方があるよねっていうのを学ぶ、うん、それが一番大きな違いだと思います。それは要するに自分が書く時のやり方に応用する、はい、ということが大事だ。なるほど。それだと自分とは違った画材画風の方の展覧会へ行ったりして絵を拝見したり、はい、もしかしたら作家の方とちょっとお話しできる機会があったりするのが楽しいですね。そうですね。どんな風にしてあるんですかとか、そんな聞いていいもんですか。企業秘密だとは言わないと思いますけど、まあ一人で分かりませんよ、そんなことは自分で探しなさいって言われるか分からないんですけどね、僕らはこう言われると、僕はこうしてこうしてこうしてっていうことは言いますね、うん、ただそれはあくまでもこう私はそんなふうにしましたよということだけなので、あなたもそうしなさいということでは決してない、うん、割とね、そういったどんなふうに書いてはるんですかという質問については失礼に当たるんじゃないかなと思って聞きにくい。いやでね、そんなもんですか。そんなもんだと思います。でね、気ぃつけなあかんのはね、例えばね、こういう中間色を描いてるでしょ、それと濃いところにどうすんの、影どうすんのよとかいう話になってくるんです。じゃあ黒を使おうかっていう、使わないってね、それをなるべく中間色で置いておくんですよ。で中間色の流れで収めてしまうのが一番いいんで、濃いを置けばそれらしくはなってしまいますけど、逆にポンと飛んだりします、はいはい、でここばっかりに目が集中してると、そこの白黒のバランスとこの周りのバランスが分からなくなってしまうというのが起こってきます。例えばここなんかすごく明るいですよね、
でもこの明るさっていうのはこの辺の持ってるこの行列の明るさと違うわけですよ。はいはい、はい、あのふわっとあの空気の中にぼやけたような明るさ、うん、そうすると例えばその中に影の部分が出てきたとしてもこういうとこですね、この辺に少し濃いめをちょっと濃いめを置くだけでも十分これの影の感じが出てしまうんですよね。この中間色をうまくこう使っていく、それでこう影の感じがそういうものを出していくっていうことが大事かな、はい、これちょっと強くするともうパッとその部分だけ飛んでしまったりするっていうことがありますので、なるべくあの強くするのは割に簡単なことなので、少し弱めにっていう形で作っていったとしても、その影が入れば当然明るい部分が出てきましたから、そのこうやって影入れていけば光の部分と影の部分が出てきます。今回ほぼ今のところ黒は使ってない感じですね。使ってませんね。あの黒の代わりになるのは前にもちょっとお話したかもしれないんですけど、このフェンズグレーというのを、はい、使っています。ちょっとくすんだブルーのかなり濃い色ですね、はい、油絵で言うとインディゴっていう色があるんですが、そのインディゴに近いような色です。あの要するに薄くした時にブルー系が出てくる、そこは要するに黒とは違う部分ですね。溶いた時にその色味が出てくる。絵の具をその絵の具で出したままでボンと使うことがすごくすごいんですから、この色を混ぜたらどんな色出るんやろうか。ちょっとこの辺に影があるので、この辺にちょっと影をかけてます。
で円形から今中形と言っていい場所にちょっと入ってきてますね。この辺ぐらいだけ少し確かめてますので、まだ円形に戻ります。あくまで区分けのためにこう円形ですよ、中形ですよ、近形ですよと言っていますが、そこで明確に区別がついてしまってるわけではないないですね、うん、むしろつながりのがないんで、きれいに切ってしまうとちょっと違うものになってしまう。はいはい、こう縫った時に、じゃあその次の色との間がうまくいっていれば、これ綺麗につながっていくんですが、これ今気づいたんですけどね、このビデオカメラに、なんとなく自動でね、判断をするんですよ。今撮ってるのはお花ですよとか、ああ風景を撮ってることになってます。ありがとうございます。今日からこのビデオカメラに認識していただいたということで、面白いですね。だから、ね、風景モードになってます。風景モードになってるけど。絵はすぐ近くにあるんですけど。あ、でもそれはピント的にはどうなるの？ピント合ってますけどね。面白いな。その、ね、機械がどう来るのかって面白いな。あと遠くの山までの風景を撮ってるんだとこうカメラは思ってるんですね。カメラは思ってるんですよね。それってひょっとしたらこれもうまく見てるということなんでしょうか。でもそんなことも前明らかに風景なんですね。面白いですね。うわー、それ面白いですね。それあれですね、カメラでみんな分かってもらえるかな。ちょっと寄ってみようかな。ちっちゃなところに木があるのにちゃんと光の方向やら葉っぱの具合がなんとなく見て取れるというのも、ちょっと入れていくとね、そんなに目立って隠してはないんですよ。少し入れるとライブ感じが違ってきますね。目立つ人はないんですよ。あくまで目立ってほしいのはこの辺やから、この辺はこう、それを支えてくれるところなんですよ。全体とか、そんなに大きな場所ではないけれども。ないけれどもなんですね、ないけれどもなんですよ。ただね、大事は大事なんですよ。あくまでこっちが大事ですぎて、こっちほったらかすはできないので、やっぱりこっち生かそうと思うと、この辺がやっぱりしっかりしてないと、中間あたりが結構しっかり書いてあると、やっぱりこう見たときにね、ボリューム感ありますよ。楽しんでいただけましたか？チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。